後院の孔は、1650年11月24日から12月5日、甲州城で発生した皆殺しの惨劇。11月24日、平南、大直岡は、安し南を、孔つぐしげが指揮する新軍に組みし11ヶ月城上を、包囲した後、取り出を築くなど、お互い譲らなかったが、参列を極めた、戦闘の後、 オランダの大砲を使い上を攻め落とした。城を死守した、甲州の住民までも12日続く大虐殺を行って、老若男女問わず斬殺して、死亡者数は10への70人満を上回待った。甲州市における社会科学研究は、言った70000は明らかに信用できない。マイナス2のみ40万民末甲州府13軍の人口の合計。 別のビューには、約8万の犠牲者に対し、その、公州の人口の、約5分の1だった。青春地6年10月、新軍は10ヶ月限り、公州城の包囲に到着し、最終的に城を陥落し、平南を名を書きが指揮する新軍は、公州に重火日の大虐殺。その時公州城の人口は約40万、犠牲者は、約5分の1、死体は、 東門外で長い間に渡りたり焼きされた。城から四十里四方、殺戮の限りを尽くし、死者は六十数万人。龍中山病の領海比の底に二名隠れ、七名は、大南門亀城の関羽病の神仏像の腹の中に、入って、中殺を免れた。公衆研究、伊衆一、海道寺海港衝言敵、峰波をせつハットシージオオフェア。 ザ・フォートレス・イン・ザ・アーリー、モダンワールド1494から1660バイクリストファー・ダフィー、広仏音外著公衆情報誌226ページ221ページ広志東人民出版社1994年12月版ありがとうございます